こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、清流寒暖なく碧樹かつてしぼまずです。清らかな水は絶え間なく流れており、青々とした木は一度も葉を枯らしたことがない。この句は精進修行の大切さを語っている。たまり水では淀んでしまう。普段の努力が必要なのである。なるほど。常盤木はいつも青々としているのが当たり前と思っていたが、しかし骨を折った人でなかったら、どうしてその絶え間ない命の営みに気づくであろうか。では今から清流寒暖なく碧樹かつてしぼまずを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。